ナーストケラトプスは、白秋後期のユタ州で発見された、セントロサウルス赤の角竜である。ナストケラトプス、ナスウトケラトプスとも表される。ナストケラトプスの頭骨、ナーストケラトプスは、アメリカ合衆国、ユタ州の白秋後期の地層から発見され、2013年に命名された。原始的なセントロサウルス赤の動物だが、目の上に2本の角を生やしており、 花の上の角は発達していなかった。このようなタイプの他のセントロサウルス赤は、ディアブロケラトプスや、アルベルタケラトプスなどが知られているが、いずれもナーストケラトプスが生息していた時代には、絶滅していた。名前は、大きな花と角のある顔を意味するが、その名の通りない鼻孔が上下に伸び、噴部が前後方向に短くなっていて、花が大きくなっていた。また、 牛を彷彿とさせるような、横方向に強く湾曲しながら前髪型に伸びる上、眼科格も他の角流とは異なっている。複数の角度から見た基地の頭骨要素なストケラトプスは、ホロタイプ、NVP16800 から知られる。これは、部分的に関節した、頭骨、後頭下、頸椎、三つの部分的な前方同士、肩甲骨、関節していない。 左前肢、右前肢の一部、および、皮膚炎症である。他に二つの標本も参照されている。うん VP19466 は、関節していない生体の頭骨で不完全な、前上顎骨、上顎骨および尾骨で構成される。うん VP19469 は、亜生体の融合した臨場骨である。ホロタイプは2006年に、 ユタ大学が指揮したカイパロイッツプロジェクトの期間中に発見、採集された。その化石はグランドスターケースエスカランテ国立公園のカイパロイッツ類層上部中層の佐賀に覆われていた。その堆積物は後期白亜紀間波に暗後期のものと推定される。その標本は2010年にナストケラトプスキトシナスーチソラダプスチスとしてエリック・カールランド エリック・カールルンドによって記載された。しかしこれは、ノメニエクス・ディサーテジャネであり、記載を伴う出版ではないため無公名である。スコット・サンプソン、ランド、マーク・ローウェン、アンドリュー・ファルケ、およびキャサリン・クレートンは2013年に、ナストケラトプスを正式に記載した。模式種は、ナストケラトプス・キトシネストセラタプス・チツシである。名は、ラテン語で、大きな花を意味する、 ナスジューズと古代ギリシア語で、核のある顔を意味するセラタップスの合成である。種商名は、不ン無で化石を防出したアランエルタイタスアラン、エルティトゥスへの懸命である。骨格図。発見部位を白色で示している。ホロタイプの頭骨は、約1.5メートルの長さである。全長は4.5メートル、体重は1.5トンと推定されている。 ナストケラトプスはいくつかの独特な固有派生形質を持つ。鼻骨における鼻光周辺部分が強く発達しており、頭骨における眼下より前の部分の約4分の3を占めている。鼻骨後部が大きな内鼻孔によってくり抜かれたようになっている。上顎骨と前上顎骨の関節面が非常に大きい。上顎骨には2つの水平面を介して、 前上膜骨に接触する大きな内部突円が存在する。上岸角の付け根が前方外向きであり、角は内側に湾曲した後最終的にねじれて先端が上向きになる。またナストケラトプスはそれぞれの特徴そのものは独特ではないものの、組み合わせとしては個性的な特徴を備える。尾角は低く狭く、基部が拡張されている。臨場骨上面に 臨場骨の円から眼下にかけて走る高い隆起がある。フリルは多少丸みを帯びていて、小中線において最も広い。フリルの円の皮骨は尖っておらず、低い単純な三日月状である。頭頂骨の正中線上の円位端は切れ込んでおらず、代わりに大霊円頭頂骨がある。頭骨の図ナストケラトプスの糞は短く高い。 その尾骨には尾空から骨に入り込む空洞が見られる。他の角流類,類では尾空の空洞は知られていないことから、この特徴はこの属独自の派生形質を表していると思われる。上顎には29本分もの思想があり、一つ一つに数本の歯が積み重なっている。眼下の間にある頭蓋天井は隆起しており、鼻先よりも明らかに高い。 水平方向に突起し湾曲した上岸価格の配置は、古生物学者デビッド・ホーンによって、現代の牛のようだと表現された。上岸価格は、頭骨全体の約40%を占め、ほとんど分部の頂点に届く高さに達し、骨芯の長さは 457mm にも及び、絶対的にも、相対的にもセントロサウルス赤内で最も長い、ことが知られている。 円頬骨は8 5ト、mm、ルの長さで、これも基地のセントロサウルス赤内で最大である。フリルはほどほどに長く、両脇には大きな腎臓形の頭腸骨窓が貫通している。小中線上頭頂を除いて両側に7個の円、頭頂骨があり、4から5個程度の円臨場骨がある前足において、尺骨は非常に眼鏡で、膝頭の突起が大きい。 左肩の近くで見つかった皮膚印象を持つ三つのパッチのうち一つは小さな三角形の鱗に囲まれた8から11ミリメートル幅の大きな六角形の鱗のパターンを示している。系統樹状に配置された角竜類の頭骨。ナストケラトプスは中央左プレパレーション中のホロタイプ頭骨。ナストケラトプスは2013年に基盤的セントロサウルス赤として記載された。 サンプソンらによる系統解析で、ナストケラトプスはアバケラトプスの姉妹群であることが示唆された。この研究によると、ナストケラトプスの存在は、ララミディア大陸の北と南の間の動物症分離の仮説を支持するものである。ナストケラトプスは、北方系のセントロサウルス赤とは異なり、長い上眼価角と短い尾角を保持しており、 カスモサウルス赤と修練した短い円頭頂骨が発達していることが明らかになった。2016年、このグループはナストケラトプス属と命名された。ナストケラトプスのほかアンスプ15800、モア692、オールドマン類層から新たに報告された CMN8804、マルタケラトプスを含んでいる。 以下に示すクラドグラムは2017年の千葉、ケンタローラによるセントロサウルス赤の系統解析に基づく。ナストケラトプスは他のケラトプス類やデーノニコサウリやステゴケラスなどと共存していた。基地のナストケラトプスの標本はユタ州南部のカイパロイッツ類層のみで発見されている。 アルゴンマイナスアルゴン法では7610万から7400万年前後期白は秋、カンパニアン期の堆積物であるとされている。白秋後期、カイパロイッツ層の古生物たちは、北米を西のラララミディア山脈と東のアパラチア山脈に分断した大きな内海である西部内陸海路の西岸近くに生息していた。恐竜が住んでいた大地は大きな水路と、 豊富な湿地のデータン湿地、池、湖が支配する古代の氾濫源で高地に囲まれていた。気候は温暖湿潤で豊富で多様な生物が生息していた。この地層は白亜気候期の陸生層としては世界最高かつ最も連続した記録の一つである。ナストケラトプスは環境をドロマヨサウルスかトロウドンかのタロス、オルニトミムスか オビラプトロサウリアのハグリフス、ティラノサウルス科のテラトフォネウスのような重脚類、赤いナケファルスのような鎧竜、パラサウロロフスやグリポサウルスのような長脚類、そしてユタケラトプスやコスモケラトプスのような他のケラトプス科などと共有していた。また、軟骨魚類、カエル、サンショウウオ、カメ、トカゲ、ワニなどの化石もカイパロイッツ層から発見されている。 2019年に公開されたコリン・トレボロー監督の短編映画バトル・アット・ビッグ・ロックでナースト・ケラトプスをモチーフにした恐竜がコンピュータグラフィックスとアニマトロニクスで描かれている。これはジュラシック・パークフランチャイズの一部でジュラシック・ワールド・炎の王国の出来事の後日談であり、キャンプ場に現れたナースト・ケラトプスがアロサウルスと対決するシーンが見せ場となっている。 ありがとうございます。